シンポジウムの開会に先立ちまして、天橋立を世界遺産にする会会長の今井和夫よりご挨拶させていただきます。今井でございます。今日もあの貴重な時間いただいております。十分にお話を聞いてまずはお伺いいただきたいというふうに思っておるところであります。で言葉をせつかったので、ちょっとこうあの先走ってしまうかもしれませんが、天橋立はその文学とか絵画とかその庭園といったものにさまざまな影響を与えていきます。で文学は、想像力の中で天橋立のイメージをこう次々こう作り上げていくことができます。だから絵画の場合は、天橋立をこう二次元的に再現していくというふうなことが行われる、つまり平面的に再現するんですね。でこの後中先生のお話がありますが、庭園の場合はその三次元的に再現をしていくというふうなことになっています。その中で、まあ、今私が担当したのはこの二次元のところなんですけれども、で、天橋立はそれぞれに影響を与えているだけではなくて、実はその、それぞれが、文学と絵画、絵画と庭園、あるいはその文学と庭園といったものが、それぞれにこう複合的に影響を与え合っているという点になります。でこの点がその天橋立の非常に面白いところだろうと私は考えているという、こういうのが非常に多いわけですね。建物も左右対称に作られているんですね。で日本庭園はですね、古代から現代に至るまで、このような整然とした庭園を作れるというのはほとんどありません。少しはあるんですけれども、ほとんどありません。種類としては、例えばこれは修学院離宮ですね、山がありまして、中島がある。これは丹後の国の天の橋立を真似て、池の中島を細長く池中にせり出し、そこに小松を細長く植えた、こういう景色を作っていると。これが記録で、それの大元となったのはこの天の橋立です。でそれ以外にもいくつかあるんですけれども、そのようなイメージとなった自然風景が現代まで残っているというものは、ここしかない、天の橋立しかありません。それをちょっとアップにしてみますと、このようにこの細長く伸びた海岸に白砂が敷かれていて、そして松が生えている、これは天の橋立の風景を庭園に作り込んだという、大きな証拠になるんですね。で、このように天の橋立が庭園に大きな影響を与えて、それが白砂青松の風景として、あの総合的なものとなって、金閣寺だとか銀閣寺だとか、日本の名園、これにもうずっとこの作り続けられてまいります。でその中でもちょっとその途中は飛ばしまして、世界的な面桂離宮、こちらにはですね、はっきりとここは天の橋立であると表現されている区域があるんです。予算を見てますと、文化遺産と自然遺産を分けることの意義というか、意味の愚かしさっていうのは出ているんじゃないかなと思います。でやっぱり自然と文化を対立的に見ていく西洋的な発想 の, あのやはり区分であって、本来日本的なそういう環境の中では、美しい自然に対しては当然そこから付随する、あるいは派生する文化というものがあるわけですから、まあそういう自然遺産、文化遺産という区分によってこれはどちらかということはあまり意味をなさない。まあなんかそういうようなことがかえって天橋立をより深く見ていくことによって、わかるのではないかなと、ちょっと皮肉な言い方になったかもしれません。そうと思いましたのが、この時代、橋立が少しブーム、貴族社会の中でブームだったのではないかと思われるんですけど、一つの、例としまして、この、時代を代表する歌人の一人で、道長に仕えた女房である赤戸名門が、丹波守として赴任していた人物から橋立の砂をお土産にもらって読んだ歌というのがありまして、そういうその橋立の砂というものを現地に赴いた人が都人に土産として持っていた。私はですね、この今おります宮津会館の向かい側の、国分の、丹後郷の資料館に普段いるわけなんですけれども、たまにですね、地域ある、日本の中や、あるいは、たまにはもっと遠くに行ったりすることもあるんですけれども、どこから来ましたかと言われますと、丹後の宮津の、天橋立から来ましたというふうに言います。すると、大半の人がですね、あの天橋立っていうふうにおっしゃるんですね。あの天橋立の、あの正体っていうのは一体何だろうな。観点で、この橋立の、特徴特性というものを捉えてくると、そこを統合した部分、に、
化景観の原点というその日本の文化の原点であり、あるいはその日本人 の, その宗教観であったり、いろんなこうあの自然を見る目が複合的に、あるいは層を積み重ねるように積層的にこう形成されてきた様子というのが分かるのではないかと思います。でまあ、そのことを今日1回のシンポジウムで十分語り尽くしたとは思えませんが、日本人がもう一度取り戻していい何か重要な発見がこの天橋立だからこ そ, そのあるのではないか。だからこそあの我々はこれをあの世界に向けて日本文化、日本の文化景観の原点、文化的景観という言い方もある、自然と文化の融合という言い方。